はい、録画。おはようございます。 TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今回はですね、北へ北へスケートツアーの今6日目、なんていうんですかね、最近新しくできた結構良さそうなねスケートパークができたんで、今回ここで滑っていこうと思います。ででん、モアイスケートパークです。で、なんでモアイかっていうと、見てください、あれいっぱいいんすよ、あそこにいっぱいモアイモアイモアイで、すぐそこのねダウンヒルを下ったらスケートパークあるんで、今日はねここで滑っていきたいと思います。それではモアイスケートパーク行ってみましょう。
はい、というわけで札幌市モアイスケートパークでした。札幌市なのかここまあちょっとよくわかんないですけど、でまあ滑った感じとしては、まあセクションの方はね、まあちょっと難しいのかなっていう感じはしました。ちょっとね、入り口がガタってなってたりとか、そうですね、こうちょっとバンクが急だったりとかで、まあ若干慣れが必要な感じです。でもね、裏にね初心者のエリアあるんで、ビギナーがダメかっていうと、ビギナーも全然楽しめると思います。でね、人がいなければセクションの方とかもガンガン滑ってて大丈夫だと思うんで、まあ今日平日なんでね、まあほぼ貸し切り状態で滑れた感じなんですけど、まあね、石がねめっちゃ置いてあって石っていうかもう岩ですね、あれ岩をなんかこう滑るみたいな、なんかそういう面白いもん好きな人は好きなんじゃないでしょうか。でまあね、なんか山の上にあるんでね、ロケーションがめちゃめちゃいいんですよ。でこう石像がね、やっぱモアイパークだけあってこうモアイがいたり、こう石像がいっぱいあるんで、なんかちょっと芸術的な部分でも楽しめるんじゃないかなと思います。というわけでね、札幌来たらぜひ一度行ってみてください。まあ多分車で札幌市街から30分ぐらいかな、3、40分ぐらいで来れると思うんで、気になる方はぜひ一度滑り来てみてください。というわけで、北へ北へスケートツアー6日目はモアイスケートパークからお送りしました。というわけで今日はこんなところで終わりにしたいと思います。以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。